The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランド会社長です。ブレッドランド響きです。響きプレゼンツ女性アーティスト特集ですね。10着ご用意しております。まあ夏に向けて女性モチーフというか女性が乗ってる T シャツっていうのはなんか着たくなりますよね。そう、なんか最近こんなんやったら良くないかもしれないですけど、うんうん、どの人とかより面ですよね、うん、女性 T って思いません？顔ってこと？いや、その全体のバランスとか、あ、まあ、その写りとかもあると思うんですけど、そのなんかめっちゃ逆に修正されすぎて綺麗、最近で絶対そうじゃないですか、 T シャツやっぱそのまあそうだね、とかもちろん、うん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 、っていうのがやっぱ時代を感じる部分とかも含めて、そういった視点で見ますか。なんかそのこのアーティストがどうとかじゃないよなって感じっすよ、ね、じゃあちょっと今回は響き主体で喋ってもらおうと思いますので最後までご視聴よろしくお願いいたします、はい。マドンナとかジャネット・ジャクソンとか、はいはい、まあ、皆さんがご存知のアーティストばかりです、はい、基本的には。いってみましょう。マライア・キャリーですよ、はい。いやなんか、うん、あ、こう背面も含めて、うん、なんかモノトーンじゃないですか。一つなんかそのガチャガチャとしてないじゃないですか、はい。で、すっきりしてて着やすいっていうのと、前僕が言ったマドンナのここら辺に青で M って書いてる、うん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 、あれに近いこう印象を受けるんですけど、うん、もう一つは写りがすごくいいっていう。スタイルいいですね。そうそうそう、なんかこのおしゃれな感じ、うんうん、なんかアートライクな感じもあるじゃないですか、はい、モノクロ写真のような、うん、なんかそういうのが今のちょうどこう T シャツの流行りっていうかね、やっぱアート T も結構人気が出てきてますんで、うん、そういった部分がこううまいこと噛み合ってる一着なのかなっていうな印象ですね。これバックプリントツアーバーンって書いてなくてよかったよな。うん、なんかそうなんですよ、この感じが。これツアー入ってるとね、アート T っぽくなくなるんですよ。この潔さっていうかこの感じっていうのがすごくいいんですよね。はい、はい、お願いします。すごいあっさりしてるかもしれないですけど、そうそう、おすすめなんですよ。はい、まあ、これもだからさっきのに近いかもしれない、うん、近いね、アートライクっすよね、うん、ただ、うん、これはモノクロというより全体的に汗った感じっていうのに着目していただきたいかも、うん、このなんか昔のネガみたいな写真の感じに、こうここもねパープルだと思うんですけど、結構色がもう抜けてて、うん、くすんでる感じなんですよね。これがおしゃれ。おしゃれです。で、まあ男性だとこの感じ出ないんで、女性だから出るっていうのはやっぱりあるんですよね、まあね、うん、だからそういうのが気分の方も結構多いんじゃないかなというところで、はい、共感いただける方ぜひ。シンプルなこうジャストめな感じにこれをさらっと1枚着てね、うん、おしゃれだと思いますよ。かっこいいな、はい、お願いします。はい、これはなんか前も紹介してるんであれなんですけど、また違った視点でジョルノ・ジョバーナすね、うん、まあまあジョジョですけど、うん、まあ色使いとかがやっぱその1990ですけど、やや 80s の感じも入りつつ、うん、でこういう発色っていうのはやっぱりね、それこそ2000年代の T シャツとかはない印象なので、うん、そういった部分も含めてまあいいかなと思いますけどね。なんかこの年代のマドンナのすごくいいところって、響きがさっき言ったように基本的に1990って 80s のデザイン、そのマドンナの描かれ方とかっていうのが、そうですね、ただこのバックプリントのブロンドアンビションワールドツアー1990ってこれもう 90s っぽいデザインなんですよ。そうですね、ちょうど切り替わりの時期なんで、うん、そういった部分でもなんか90年代半ば後半だったり、うん、80年代末期の T シャツにはない独特な雰囲気があるっていうのもいいかなと思いますね。いやこれも結局だから女性じゃなかったらこの感じにならないですから。ならない。バンドの場合はだってこの年代ってスカルとかやってますもんね。もうドヤみたいな。そうそう、うん、だから多分女性モチーフっていう部分で当時のこう、うん、なんか流行りのデザインをじゃあどうやってするかってなった時にこれが終着点だったと思うんですよ。バックプリントもだってこれもうバンドでもガガガガガって書いてるんで、ガガガガって書いてるから、はい、だから本当女性だから、まあ、ガンズ&ローゼスの悪口じゃないですよ。ではない、はい、あれはあれでかっこいいですよ。こういうのがいいんですけど、うん、はい、これはいいラップ T ですね。これだけちょっとだからそのテイストと別物かもしれないです、ね、これはいいラップ T だ、は
まあ、女性のラップティーってなぜか惹かれますよねって前喋ってたと思いますけど、いいラップティーだこれは。サイズ感も僕好みのラップティーだ。そうですね、何なんやろ、 XL だ、ちょっとラップティーってデカめってイメージ多いかもしれないですけど、あのちょっと縮んでる XL なんでちょうどいい感じだと思うんですよ皆さん、はい、サイズ感的にも、はい、街中で被ることもないと思いますこれは、うん、まあ、ややスペ、ね、ややスペです。はい、待ちます。はい、これはもうセクシーの限りを尽くした。でも家帰ってこれで待ってた、嫌やな。フロア入ってないですからね、目元すごいですからね。いや、そのお顔だけちゃんと化粧取ってないって可能性もあるやん。なんでそういう前にお風呂入るとき全部洗うの？え、まあそうじゃないですか。へえ。あと、まあこれあの2001なんですけど、はい、この感じは90年代はないです。2000 の、 あの構図ですね、まあ、その何ていうんですか、だからめっちゃ整ってるじゃないですか。皆さん多分感じることは一緒だと思うんですけど、めっちゃ辛いと思う。30歳ぐらいですか、ジャネット・ジャクソンって。なんかなちょっと調べてみよう、喋、はい、っといて。2001年、だからまあ2000年代入ってくると、その例えばバンドでいうとスリップノットとかもそうなんですけど、デザインが整ってくるんで、そういう部分の着やすさって、デザインの的な着やすさっていうのはもちろんね90年代よりもいいんですけどっていうところですよね。1966年生まれらしいんで、はいはい、35歳ですね、はあ、この頃のジャネット・ジャクソン、はあ、大人の色気が、そうですね、ムンムン、うん、おぜひ着やすい、あのおしゃれ。35歳ですこの時。年齢言っていこう。はい、これ書いてる何年か、そんくらいじゃないですか。2000、あ、だってもう、はい、あのフォントが一緒なんで。35歳です、はい、35歳ですね、そうですね、はい、はいはい。でまあこれはね、プリントがホワイトじゃなくてマジで良かった、ジャクス。うん、あのここのね、やっぱりその文字がポンって浮く感じっていうのが本当おしゃれですよね。あの両面ともに色使いが、その色のテイスト一緒とかじゃなくて、このここのとことかも全部色味が一緒なので、うん、かなりそういう部分でも統一感が出てるし、はい、ブルーボディでこうブルーにホワイトとかで描きつつさ、はい、よくもこの鈍いオレンジ使ってくれたよねって本当思うよね、うん。まあ、元のボディの色もこれいいですしね、すごい焦ったようなブルーで、うん、はいはい、非常に良き、はい、共感いただける方はぜひと、おぜひに、はい、これ何歳だろうじゃん、ちょっと今一遍に行きますか。はい、これ9394歳だから27です。はい、あーまだ20代ですよ。あ、これ分かりにくいですね。こっちがね、うん、ホワイトなんですよ、うん、でこっちが対大で、アフターでおそらく染めてる感じになります、はい、ただ染めが非常に薄いんで、うん、まあ好みですけどね。だからあの派手な対大じゃないです。夏っぽい、程よく夏っぽいぐらいの対大。まあデザインはね、多分このジャネットって一番有名なんじゃないかな。こう腕後ろで組んで27歳です、頭で、はい、27歳、はあ、年齢よ、重いな。まあ9394なんで90年代真ん中、はい、はい。まあ、まずジャネットの T シャツなんか一番欲しいなって方はこの辺の年代のやつ買っておくのがいいと思います。いいと思います。次何歳かな、はい、あ、一緒です。9394、これだからあれですよね、なんちゃら兵器ですよね。汎用人型兵器、ジャネット・ジャクソン。これ何かっていうと、めちゃくちゃ着やすいの。これはね、すごいね、サイズ感。そうですね、めちゃくちゃいいな、うん、鬼タンタケ鬼ボックス、すごいなこれ。あ、これ欲しい。ジャネットのこのデザインって、うん、タンタケボックスがめっちゃ多いんですけど、うん、やっぱその中でもあるじゃないですか、そのなんかこっちのサイズ感の方がいいみたいなのが。これはちょっと欲しいですね。だってこれ着たら絶対ここまで行くもん。そうですね、肩幅ズドンで落ちて残ったら買います、これ、はい、よかったら実寸を、はい、見てください、概要欄から。35歳です。早くなった言うのは、はい、2001年ですね、はい。これはね、だからブートです、はい、この感じ、うん、まあ、特に僕背面の方が好きな、うん、オフィシャルには出せない雰囲気と、あとこう白ボディやからこそちょっとプリントが薄くなってね。そうですね、いい感じがございますね、うん。まあ、結構この辺はね、だからもうね、デザインである程度選んでいただけるといいのかなと思いますけど、はいはい、あ、終わっちゃった終わっちゃった。はい、ということで、はい、ジャネット・ジャクソンが1966年生まれたことです。そうですね、57歳らしいです。まあ、まだまだ第一線でね、うん、はい、すごいです。そうですよ。ということで本日夕方6時から店頭にてご試食ご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。僕はやっぱりさっきの
ですか。あ、この紙サイズのこれだな。これはサイズすごくいいですね。僕これなんですけどね、あのちなみにあのこの色やっぱ最近あのカラー系の色落ち、うんうん、これは色落ちじゃないですよ、もともとこういうくすんだ色なんですね、はい、がいいかなと思います、はいはい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともご検討ください。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。